こよすぎるわ。かっこよ、はい、かっこよ。やべ、今何人だっけ、8人だった。決めたら、はい、決めたら伸ばすよ。はい。はい。はい。まあ非常に攻守にすごく行いされてて、特に前線からの守備。
さてコーナーキックインスイングでレフティーの手塚です。非常に高い精度を持つこの左足、ショートコーナーで来ました。変化をつけてきて瀬古、瀬古は中を見ましたが一旦サイドに振ってここでクロスを入れます。空いてる、決めました。小林、右からのクロスボール合わせた小林勇気で先手は横浜 FC です。まあ、手塚の、ね、ボールも、まあ、非常に精度の高い、ね、クロスを上げましたし、はい、まあ、後ろから入ってきましたよね。まあ、タイミングよく小林でしたよね。ね、2分前、戸口を探す横浜 FC です。いいとこありましたね。斉藤浩介、いいとこで受けた、幅を取った、アタッカーの中山立ていった、中山のクロスボール 1B、 完璧な崩しでした。横浜 FC、まあ、いい位置で、ね、ボールも受けましたし、はい、中山が、ね、最後、まあ、突破していいクロスを、ね、ニアサイド上げましたから、はい、ありがとうございます。